長戸製三次は日本の実業家。学位は国際関係論修士。富士重工業株式会社副社長、シティバンク銀行株式会社会長、株式会社ちょ銀行社長、日本郵政株式会社社長歴任。現在、マッキンゼーカンパニーシニアアドバイザー。富士重工業にて代表取締役副社長などを務めた後、 シティバンク銀行に展示取締役会長を務めた。その後、ユーチョ銀行の代表執行役社長を経て、日本郵政の取締役となり、代表執行役社長を務めた。北海道小樽市生まれ、東京都出身、千葉県市川市の小学校、学習院中、高等科を経て、一郎後、1972年に、一橋大学社会学部を卒業して、 日本工業銀行に入校。学習委員時代の同級生に、元総務大臣の鳩山トヤ作曲家の徳倉ラ俊一、ノ美ミヨシヒサ東京大学名誉教授、元朝日新聞編集委員の萩谷淳がいる。一つ橋大では、宮川君をゼミに所属し、軽量経済学を学び、公銀入校後は、経済学の勉強を続けるために調査部配属を希望し、 4年間マクロ経済分析を担当した。1974年からタフツ、大学のフレッチャー法律外交大学院に留学。1976年に修了し、国際関係論修士の学位を取得。公銀では、資源開発のプロジェクトファイナンスを担当した後とべえ。1979年からヒューストン駐在院事務所、在勤、1987年から、 ニューヨーク AG ーーランストン証券に出向し、常席副社長としてトレーダー業を行う。1991年に帰国すると、国際金融から国内営業に転じ、課長級の工銀本店営業本部業務部、副産事役に就任。調査役として新日本製鉄等の鉄工業や自動車業、ノンバンク及び福岡支店の案件の審査を担当し、 今日も銀行救済問題にも当たった。以後、国際営業二部三次役等を務め、公認法人営業部門で、エネルギー関連、自動車、電気関連、商社などを担当。1997年から同行万国支店長。同年のアジア通貨危機の中、滞在無償や中央銀行総裁との面会を重ね、5億ドル以上の融資を行う。 2000年から公銀執行役員、2001年から常務執行役員調査本部長、2002年から水保銀行常務執行役員、2003年から水保コーポレート銀行常務執行役員、米州統括役員。2006年退任。2006年から富士重工業に移り、2006年6月同専務執行役員、2007年4月専務。 執行役員スバル海外第二営業本部長2007年6月取締役県専務執行役員スバル海外第二営業本部長2008年6月取締役県専務執行役員2010年6月代表取締役副社長と歴任しスバルの海外営業を担当した同社在籍中に新生銀行社長職へのヘッドハンティングを受けたが工事する 2011年6月シティバンク銀行取締役副会長2012年1月同行取締役会長就任会長就任前の2011年に3度の業務停止命令がなされたことを受け内部統制強化に対応した2015年3月退任2015年5月11日同年秋の誘著銀行上場を控え金融に精通していることのほか 北米で、スバルの販売拡大を主導したことさらに、シティバンク銀行の経営再建に尽力したことが評価され、ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長に就任。2016年4月1日付で、西室泰蔵日本郵政社長の病気による退任に伴い、ゆうちょ銀行の代表執行役社長職を退き、公認の日本郵政取締役兼。 代表執行役社長に就任した日本郵便取締役兼務。6月からんぽ生命取締役も兼務。2018年4月には日本郵政不動産を設立し、会見で不動産事業をより効率的に推進し、将来のグループ収益の柱の一つにしたいとした。同月にクローズアップ現代で郵便局が保険を押し売りが放送されたが、 10月に NHK 経営委員会より上田良一 NHK 会長に対し厳重注意処分の措置が取られたとの報告を受けた。2019年12月27日、かんぽ生命の不適切販売の責任を取り辞任を正式発表。日本郵政代表執行役社長を2020年1月5日、同取締役を1月11日に退任した。 2021年1月1日付で、マッキンゼドカンパニー、日本支社、シニアアドバイザーに就任。このほか、大阪駅周辺、中野島、御堂筋、周辺地域都市、再生緊急整備協議会構成員、国立大学法人一橋大学、経営協議会委員、国立大学法人一橋大学社会科学の、 発展を考える円卓会議員等も歴任した。ありがとうございます。